イト皆様、こんにちは。ただいまご紹介をいただきました参院選兵庫選挙区公明党公認候補の伊藤孝恵です。本日はこのようにたくさんの皆様がお集まりいただきありがとうございます。皆様には昨年11月5日の公認決定より右も左も何も分からなかった私に対して温かな励ましを何度も何度も送ってくださり、そのおかげで私伊藤孝恵は今日まで元気いっぱい走り抜いてくることができました。そして今日出陣を新たに切らせていただくことができました。残り18日間最後まで全力で走り抜いてまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。頑張れ頑張れ。私の人生の原点は平成7年阪神淡路大震災で被災をしたことです。その経験から弁護士としても長年にわたり建築の問題に取り組んでまいりました。そしてこの兵庫県も20年間にわたり防災力を積み上げてきました。私は兵庫を防災モデル都市として発展させ、日本世界の防災力を高めるために何としても貢献をしてまいります。お一人お一人の命を守ること、生活を守ること、それが政治にとって何よりも大切なことであると私は信じています。そのお一人お一人の命を守るため、生活を守るため、私伊藤孝恵はこの兵庫から日本の政治を動かしてまいりたい、その思いでこの参院選挑戦をさせていただく決意をいたしました。皆様どうかよろしくお願い申し上げます。この参院選挑戦をさせていただくにあたり、私は皆様に3つのお約束をさせていただきます。まず1つ目が景気回復を中小企業につなぐこと。兵庫県の企業のうち 99.8% が中小企業です。この 99.8% の中小企業を元気にすること、それが日本の経済を元気にすることに必ずつながります。私は弁護士として中小企業の経営問題にも長年取り組んでまいりました。資金繰りの問題をはじめ、賃金引き上げにはほど遠い現実もたくさん見てきました。それらの経験を生かしながら景気回復を中小企業へ、そして各ご家庭へつなぐ政策を立案し、兵庫日本の経済を元気にするために全力で取り組んでまいる決意です。そして私の2つ目のお約束は女性の視点を政治につなぐことです。現在この兵庫県、救急車が現在この兵庫県には女性の国会議員は一人もいません。今日本のあらゆる分野で女性の視点が求められている時代です。女性の視点を生かして医療や介護、子育て、そして教育などの分野に積極的に取り組んでまいります。女性の細やかな視点を生かして政策に取り組むことは女性のためだけではなく、女性も男性も、そして子どもも高齢者も、全世代の皆様に元気と安心を届けることができる、私はそれを確信しております。全世代の皆様に元気と安心の暮らしを届けるため、私は女性の視点を政治につないでまいります。そして私の3つ目のお約束として、力強く兵庫の創生を進め、兵庫の力を未来につなぎます。この兵庫県には日本に誇るべき地場産業、そして命と食を守る農林水産業、畜産業が大変盛んな土地柄です。若者に希望あふれる地域づくりをしてもらうためにも、この兵庫の名産品のブランド化、そして販路の拡大、世界への進出などを積極的に後押しをしてまいります。労働力の確保、後継者の問題などにも真剣に取り組む中で、地場産業や農林水産業などをもっともっと活性化し、若者に希望あふれる未来を届けてまいります。そのために兵庫の力を未来につなぎます。
この3つのお約束を必ず実現させていただくため、そして今日ここにお集まりいただいた川西の皆様と共に断じて勝利を勝ち取らせていただくため、私伊藤孝恵は一心不乱に最後の最後まで走り抜いてまいる決意です。本日公示を迎え、選挙戦残り18日となりました。しかしながらまだまだ大変厳しい情勢にあります。それでも断じて負けるわけにはいきません。何としても逆転勝利をするしかありません。何としても皆様のために働かせていただきたい。今はその思いでいっぱいです。どうか伊藤孝恵を勝たせてください。伊藤孝恵を仕上げてください。最後の最後まで全力で走り抜いてまいる決意ですので、皆様どうか力強いご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。本日